ひばりクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。枝葉から枝葉に行きましてね。本来は今、資本主義から今、体制がどう変わりつつあるかって大きな問題。これは、ドルの崩落だとかですね、円の暴落だとかですね。まあ、そういうのにも大きく関係しますし、まあ、我々の人生自身が関係するんで、7番までやりましたら、これはやっぱり今起こってる、その崩壊の、内容を言わなきゃいけないなと思って、ちょっと脱線しまして、一回。二回脱線したところで、もう一個脱線したくなりまして、もう一個は倫理向上委員会ですね。まあ、これがまた理解されてないとですね、また分からなくなっちゃうので、今日は倫理向上委員会をさらにちょっとしてみようと。だから、第一弾資本主義の崩壊、崩壊の内容、それから、その下に倫理向上委員会がありますんでね。倫理の意味っていうのはですね、道徳と倫理とほとんど同じ意味で使われてるんですけど、本当は違ってですね、道徳っていうのはある偉人なら偉人が言うことが道徳なんですね。例えばお釈迦様が、お釈迦様は宗教にちょっと近いんですけど、まあ、お釈迦様が言われたこと。それから、まあ、孔子様なんかちょうどいいですね。孔子様が言われたこと。まあ、それから、福沢諭吉さんが言われたこと。まあ、こういうことがですね、言ってみれば道徳なんですね。まあ、道徳ってのはだから、どっちかったら絶対的な意味をちょっと持ってるんですね。ところが、倫理っていうのはですね、これは人弁にこの倫という字書きますよね。これは相手っていう意味なんですね。相手の理、断り。相手の断りですね。ですから、この神様が決めたこととか、道徳、偉人が決めたこと、こうしなければいけないって決めたことと、全く質的に違うんですね。道徳と倫理と同じような意味に使われますが、私の本にね、倫理の本がありますけど、まあ、倫理で私、文部省から賞をもらったりなんかしてるんですけどね。倫理っていうのはそこはっきりしましてね。相手の断りっていうことですね。だから相手がいいと思うこと。これが倫理なんですね。ですから、例えば典型的にはブレーキの効かない車を騙して売っていいかっていうのは、これ倫理上は絶対ダメなんですね。道徳的には誰かが言ったって言わなきゃダメなんですけど、倫理的には、そのブレーキの効かない車を買った人は絶対に嫌だって言いますからね。ですから相手の断り、つまり売り手から言えば自動車を買った人は絶対嫌と言うと、それはやらないんだっていうのが倫理なんですね。まあ、この際道徳っていうのと倫理っていうのと少し分けてお考えになるとですね、まあ、いろんな点がまた新しく見えてくるわけですね。それで、まあそういうヘクスは別にしまして、言ったこととやったこと、倫理の第一歩あるんですね。第一歩はもちろん当然ですけども、結局簡単に言いますとね、とにかく、まあ嘘をつかないってことは当たり前ですけどね。倫理ですから嘘をついて倫理が守られてるってことはそれはありませんのでね。まあそういう意味では、倫理の第一歩ってのはやっぱ誠実、それから恩義なんですね。一番大きいのは、まあ礼儀とかいろいろあるんですけど、まあ誠実である。嘘をつかない。それからまあ人の恩義、自分がみんなからいろんなものをいただいてるということの、この二つはね、この倫理の第一歩なんですね。つまり相手の断りという点では、相手は二つありますね。一つは、いつもあの人は私に対して誠実であると。これは非常に倫理ですね。相手の断り、満足しますね。もう一つは、私があの人にやったことは必ずあの人は記憶してて感謝してくれてると。そうすると、まあ相手も気持ちいいわけですね。ですから、相手の断りから言えば、二大重要事項っていうのは誠実と恩義なんですよ。ですから、誠実と恩義の欠けてる人はですね、それは倫理では劣ると言わなきゃいけないですね。で、そのさらに第一歩ですよ。そのさらに第一歩は、言ったこととやってることが同じっていうことなんですね。それは当たり前なんですね。いわゆる詐欺がそれ極端ですね。お金を取りたいと思って嘘を言って、それで相手からお金を取ったらドローンすると。これはまあ詐欺ですね。これなんとも刑法で、人を妄前なんかにして金品を取り上げることってのは詐欺の定義ですね、刑法のね。まあ、そういうことで、まずは言ったこととやることが一緒であるということが第一歩なんですよ。これが第一歩なんですけどね。まあ、現代のほとんどの人はできませんと言ったら失礼なんですが、まあ、なかなかこれを実施できてる人っていうのはそんなにいないんですよね。なんでいないかっていうと、結局現在は小さな倫理を問題にするんですね。相手がこう言ったら傷つくんじゃないかとか、社会がこう言ったら自分を変に思うんじゃないかとかいう、これはまあ倫理の本質じゃないんですね。つまり相手の断りですから、倫理の本質じゃないんですが、そういうことが気になって、
まあ、口先でごまかすってことをやるわけですね。